こんにちは。ご視聴ありがとうございます。ゆっくり実況でおなじみの霊夢です。これからよろしくお願いします。こんにちは。ご視聴ありがとうだぜ。同じくゆっくり実況でおなじみのマリサだぜ。緊張してきました。霊夢が緊張するなんて珍しいぜ。どうしたんだ？何せ、うぷ主の初めてのゲームの実況動画が、人気ゲームの竜がごとく7だから。うぷ主の緊張が私まで伝わってきているんです。大丈夫だぜ、霊夢。このうぷ主の動画そんな見てないから、そんな緊張しなくても大丈夫だぜ。そんなことを言っている間にデータがロードされてゲームが始まったんだぜ。ここら辺は、実際では横浜の関内駅付近かな。右側に見えるのが桜の咲く季節に有名な大岡川かな。今度花見、ここでしたいなぁ。お弁当はマリサ頼んだよ。なんでやねんってうぷ主の出身地の関西弁でツッコミしちゃったぜ。花見の話は置いておいて、ゲームではここで敵グループのコミジェルとのドンパチがあった怖いとこなんです。そうなんだな。でも主人公たちの後方に見える観覧車綺麗だなぁ。夜のバージョンも綺麗だよ。マリサ、今度うぷ主に夜バージョンも撮ってもらうよ。そんなことを言っていると前方の怪しい雰囲気を出しているグループに遭遇したよ。そうだな、敵に遭遇だな。さあ、戦闘の開始だぜ。ここから久しぶりにゲームの説明を。本当に久しぶりだな。今回の竜がごとく7から今までのアクションバトルからドラクエ風のコマンド方式に変わりました。ここは賛否両論のあるとこだな。うぷ主はアクションバトルが苦手だから、このコマンド方式は良かったと言っていますね。うぷ主はアクションゲームとか下手だからな。そうこうしているうちに、食料がアイドルのサイコさんのアイスクリーム攻撃で戦闘終了。経験値とお金、そして武器や防具のための材料になるアイテムもゲットだぜ。それにしても、サラリーマンとかが襲ってくる街って怖いよな。さて、そろそろこの動画も終わりが近づいてきました。え、もう終わりなのか。最初だから許してあげてマリサ。これだけでも大変だったんだから。わかったぜ霊夢。本当にこんなグダグダの動画、ご視聴ありがとうございました。うぷ主も私たちもめっちゃ喜んでいます。こんな感じで、少しずつ動画を上げていきたいと思います。よろしければまた見てください。ご視聴ありがとうだぜ。またね。またな。後先のガンバ大阪の動画、たくさんの方々に見ていただき感謝しています。この場を借りてお礼を申し上げます。